何の曲が弾いてて一番好きですか？ Go for it baby 記憶の山脈。今おすすめの機材は09の弦です。すごい楽になる。そしてしかも半音下がってるっていう。グッドボタン押しておいてください。 Forever Mine かな。 Just just てれれれ、まあ、これもなんかリフだけでもめっちゃ難しい。グリーンはそれだけかな。半音下げ、エバーラスティングとか半音下げでしたっけ？違かったかな。あ、ゴーファイトウィン か、 だか結構1、2曲入ってる感じですよね、半音下げの曲で。ビッグマシーンがないかな、半音下げ。ビッグマシーンで7弦ギターかなんか使ってましたっけ。サークルは全然わからへんわ。 X は違うか。ブラック&ホワイトが1音下がってるっていうことですね。で、モンスターからは半音下げの曲がないかな。いや、揺るぎないもの一つか。で、アクションこそないかな。17曲もあるのに半音下げの曲が1曲もないかな。で、マジックはタイムフライズですね。こっちの方がより多くなってますけどね、音数というか1弦まで使う感じになってるんで、よりよりこうレガート基礎トレみたいな感じでいいんじゃないですか。半音下げで弾くと本当に楽なんで、指痛いっていう人本当に半音下げのギターで練習してください。弦が緩むんで、その分半音分もう物理的にどう考えても楽になります。デッドエンドとかあったな。つわもの走るを練習すればいいんだ。半音下げやりたい人。何でもない、まあ、フレーズというか、なんかもうフレーズというほどでもないやつなんですけど、かっこいいなと思ってます。ダサかっこいい系かな、うん、割とGo for it baby。 あ、Go for it baby もあれ、そうか、あれってシングルしかないのか。非常に半音下げですよね。
いい音やな。いい音ですね。あ、今日ちょっとこうルーム強め。何の曲が弾いてて一番好きですか？ Go for it baby 記憶の山脈はかなり好きな部類ですね。今おすすめの機材は09の弦です。108って無理してる人がいたらぜひ09に張り替えてみてください。本当はナットとか調整しないとダメなんですけど、まあ、よっぽどギリギリのセッティングとかにしてない限りは大丈夫だと思います。そんなことよりもすごい楽になるんで。そしてしかも半音下がってるっていう。半音下げのコーナーはそんなもんかな。ニューラブだとでもあれか、やっぱあれなんかミスターアーマーかなんかが確か半音下げだったのかな。ドリリリスティリリつわものとミスターアーマーぐらいでしたっけ。もう一曲ぐらいあったかな。恋ガラス、最近エンディングスピリットルース2と言われている、ルースというアルバムにの14曲目かな、最後に入ってるやつを弾いて終わっていくっていうのも一応最近というか昨日からやってるんですけど、もう弾いてしまっていいですか？大丈夫ですか？最後の質問あればね、それ弾いてる間に書いておいてください。さようなら。ありがとう、さようなら。あ、グッドボタン押しておいてください。よかったら、皆さん、押していってください。お願いします。